ヤマハ発動機は今日株主総会を開きました。株主の関心も新型コロナウイルスが業績に及ぼす影響に集まりました。浜松市のアクトシティです。今期のヤマハ発動機の株主総会はまさに厳戒態勢です。入り口にはずらりと消毒液が用意されました。そしてですね、会場内に入るにはまずあのサーモグラフィーの前を通って体温を測らなければなりません。体温が 37.5 度以上だった場合、株主でも入場を遠慮してもらう措置を取りました。会場では毎年飲み物を出すんですが、今年はなしになりました。そしてこのスペース、例年ですとオートバイなどの製品を展示するんですが、今年は人が集まらないようにということで見送りになりました。おはようございます。アルコール消毒のご協力をお願いいたします。はい、お願いいたします。感染拡大のさなか、集まった株主は去年のわずか4分の1以下、182人でした。新型コロナについて会社側は、需要がどの程度減るか見極めは難しいとしました。その上で、中国の工場がフル稼働に戻り、製品の在庫も2ヶ月分はあること、経費を徹底的に圧縮した経営にすることなどを説明しました。株主からは、今年の業績に関して不安が払拭しきれたわけではないが、できる手は打ってくれていると冷静な声が多く聞かれました。